はい、どうもルーフェです。お願いします。はい、本日も、引き続きカムイスポーツ所沢店さんに来ております。はい、本日なんですけれども、今撮影日がちょうど夏祭が始まったぐらいでございまして、夏祭が終われば自分たちの代になる、まあ、1年生、2年生がいるわけじゃないですか。まあ、そういった形に向けてちょっと公式用のグローブ見ていこうかなと思ったんですけれども、その中で、オーダーだったり店舗別注っていうのをカムイさん、すごい力入れてるので、それをちょっと見ていこうかなと思います。で、その店舗別注グローブが、はい、こちらの24店舗別注のグローブになります。こういったところを見てもらうと、カムイ所沢オリジナルモデルとなっています。これ、店舗別注なんで、一応、ガタって言ってないけど、何々選手ガタ、まあ、モデルでもいいんですけど、カラーリングちょっと変えたりっていうことで、いろいろなグローブがここにドーンと置いてあります。2ピースウェブに王冠スタイル、今2ピースってなかなか見ないじゃないですか。まあ大谷投手は使ってますけどね、なかなか見ない2ピースに王冠スタイル、北の若きエース伊藤大海投手も、まあ、普通じゃ売ってないですよ。普通じゃ売ってないのを、まあ、こうやって店舗別注で置いてあるっていうのは見本にもなりますし、伊藤大海投手ってモデルあるんだ、これってどんな方なんだろうって店舗別注で見る、でそれでじゃあこのグローブで他の色を変えてオーダーしようみたいなこともできます。なので言っちゃえばオーダーサンプルって言ったりだかなっていう取り方もできるし、もちろん販売もしてます。これがまあ大体オーダーと同じ価格になるのかな、7万円ぐらい、6万9300円か、7万円弱で、もちろんあもうこの色これでいいじゃん完璧じゃんって思ったらその場で購入できます。色変えたいな、ウェブ変えたいな、この型がいいんだけどっていうので、この値段でこれを型を目標としてオーダーすることもできます。その場合は今現段階だと大体4ヶ月待ちぐらいって言ってたかな、さっき、店員さんに聞いたんですけど、まあ、それぐらいかなみたいな感じです。ちょっとねこれ気になったんで、普通に買えるのもいいなって。こうやって珍しい選手、珍しいモデルの選手ね、選手のモデルって何て言ったらいいのかな、まああまり見ないじゃないですか正直言うと、そういうのもまあちゃんと置いてあるので、ぜひぜひちょっと神さん来てみてください。まあ、他にどんな選手のモデルがあるか、この前ねアルペン東京さんも出しました、タティスジュニアモデル、すごいよね。もう今海外選手を水野が普通にねモデル化しちゃってるんで、近藤圭佑選手モデル、日本ハムの、なかなかこれも見ないですよねモデルっていう点では。でまあ安定どころのイチロー選手モデルだったり、田中投手モデルと、まあ、MM モデル宮本さんですね。で、まあ、この辺は各外野のサンプルだったり投手のサンプル、内野のサンプルありますね。でもちろんさっき言った通り購入することもできます。流行りのこれブロンドカラーですし、近藤選手に関してもこれ去年のもしかしたら小田さんとかダイバーシブル使ってますしっていうところもありまして、でこれですね、この前アルペン東京でもありましたけど栗原選手モデル、ちょっと失礼します。こちらこれ見てくださいよ、裏これキャメですよ。で珍しいなと思ったのが同色玉はみなんですよ。水野ってどちらかというと、まあ、他のグローブちょっと今ビニールかかってて見づらいと思うんですけど、ほぼほぼ切りはみなんですよ。そんな中こだわり出したいとかっていう方はこういうようなのを、まあ元々これはオーダー品なので店舗の方で別注して作ったオーダー品なので、こういうのも買えると。これビビッときたらだからこれを購入できる。逆にこの色を切りはめにしたいよねって人がいれば、このモデルはめてみて、おいいじゃん栗原選手モデルいいじゃんと思ったら、さっき言った通りこれを見本としてオーダーすることができる、見本ができるっていうのがすごいな思います。まあね、もうさっき言いませんでしたけど水のプロなんで質に関しては言うことなしです。これ張りツヤえぐやばいって本当に。だからこういった遊びもできるのも店舗別注のいいところだと思います。これ誰モデルだと思います？多分当てられる人そういないと思います。中地ですよ。うわ内野用あるんだと。やっぱね所沢なんでね、もともと中島選手はもともと西武じゃないですか。そういったところでこういう今となってコアな選手、まあもちろん有名ですよ。ただモデルとして中島選手ってファーストのイメージ今すごい強いじゃないですか、まあ、オリックスの後半あたりからファーストのイメージが強い中でありますよ。内野手用もほぼ触れないと思うんですよ。そういうのもあるので、これいいじゃん、はめていいじゃんと思ったら、あ、中島選手モデルでオーダーでしよう。それともうこのカラーリングもめちゃくちゃいいじゃないですか。それだったら、あ、もうこのカラーリングビビッときた。ウェブもまあちょっと特殊じゃないですか。あ、このウェブって定番じゃ今買えないよね。じゃあ買いたいなと思ったらやっぱ買えるっていうのは、まあ、そこはやっぱね、すげえっすね。だからね、別注なんで、さっきポケット見せてなかった。オーダーと、もちろん入ってます。これはやばいな。
俺が富豪だったら買ってたな。いや富豪だったら絶対買ってます本当に。中地大好きなんで即買いっすよね、うん、こんなもん見たら。なのでね、こういう珍しい店舗別注オーダーグローブもあるので、皆さんねそういったところもチェックしてみてください。で困らないですよね、これ左用なんですよ。左利きの選手も選べると、ちゃんとこれでオーダーしたいなみたいな感じで。ティオカズ選手もでもなかなかないじゃないですかって言った時に、まあ、ティオカズ選手もどちらかというとね外野というよりかはファーストのイメージが強かったりとかっていうところで珍しいですよね。こうやって左の外野手をオーダーサンプルとして置いてあったりとか、まあ、もちろん気に入ったら購入できる。珍しいですよ、ダブルトンボなかなかないじゃないですかこういうのも。っていうのも、まあ、お店に珍しいこれ欲しいってなったら購入できるの でもちろんいいなと思ったらそれでオーダーに変えられる、日本になるっていうのもあるので、まあすごいです。こういったね、やっぱプロ選手モデルって憧れるじゃないですか。こんだけ水野だけでもこんなにプロ選手モデルってあるので、ちょっと、まあ、自分たちの代になったらさすがにポジションもね固まってきてると思いますので、まあ、そういったところでちょっとオーダーしてみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日はこちらのね水野の店舗別注公式のグローブを見てきました。まあ、先ほども何回も言ってる通りそろそろポジションも固まってくると思いますので、まあ、最後1年だったりとか、まあ、もちろん2年使えるグローブではあるので、まあ、そういったところで、まあ、勝負かけてこの機にオーダーしてみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。でもちろん他にもこうやってカムイさんってずらーっと水野だけじゃなく、まあ強いのは正直水野とウッソンさんが強いなというふうに思っているので、まあ自分のポジション決まってきた時さすがにちょっと水野プロ高くて手出ないなーなんて方ももちろんいるとは思うので、まあこういったたくさんのメーカーグローブがあるので、ぜひトコザースの、カムイスポーツさんまで、お越しください。で概要欄の方にカムイさんのインスタグラムとあとはアプリの情報とか、載せておきますので、そちらの方も、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。